ゆっくりしていってねー。麻雀の時間だー。帰っていいか、ニガさん。指名か。はい。僕はこういうのから逃れられると思ったんだがな。無理でしたとさ。よし、じゃあ挨拶。なんだこの手配。うはははは、初手から矢を19枚とは。坊主、持っているじゃないか。ターチャのペイ抜きがなかったし流すに決まってるでしょ。おや、狙わないんだな。逆に聞くけどさ。単位戦のトンパチから11枚ならいいけど、9死9敗しかないのに国士狙うのかよ。うははは、決まっているだろう。僕も流す。はい、自己紹介なー。俺、歌集清光、よろしく。僕は一文字のリムネ。一文字派の袖。まあ、自分で言うのもなんだが、隠居のジジイだな。今回は、俺がジャンタマってオンライン麻雀ゲームで段位戦やるのをそこのジジイが見たり口出ししたりします。玉のまで3魔の半チャン戦か。4魔ではないのか。3魔の方が点数で安いし、早く終わるだろ。まあ3魔しかやってなくて4魔の段位がボロボロってのもあるけど。玉もまあ、ここまで放置したものだな。バランスよく上げないとデイリー消費で3枚やって満足して終わっちゃうようになるんだよな。ん？ポンしなくていいか。坊主、陳一の早上がりは狙わないんだな。ウーピンをポンしたらあとはターチャがイーピンヤンピンスーピン出してポンするしか選択しなくなりそうでさ。リーチね。リーチ早くね。九死九敗で流したツケでもやってきたか。いや、なんで9万ポンなんだよ、トイメン。順をコーツで持っているか、何か他の役か。坊主はなんだと思う。降りないのか坊主。いや、待ちわかんないし、神茶は染めてな気がするし。あ、まあ、その手は合っていたか。命拾いをしたな、坊主。シャアが来てたら絶対切ってた。うははは、降りる気があったのにターチャの直手を打っていた夢にあった時もあったな、坊主。ああ、ガチ説教が始まったから没になった一曲な。坊主、そろそろ川を読むことを覚えた方がいいのではないか。俺、ほうらできたらそれでいいんだけどな。というかこれ何が安泰なんだよ。うははは、現物も筋もないとは。なんとかしのいでいいな。しのぐ前にターチャが振り込んでくれたのでなんとかなったな。まあこれだけ早ければ安てか。3年待ちは厳しいな。蚊帳の外なんだけど。振り込んではいないからいいではないか。ほら、親番だぞ、坊主。そうねー、ここでまあまあ稼ぎたいよな。なんだこれ。普通だな。まあ9死9敗で流してほしいほどひどい手配でもないし、とりあえずペイを抜いとくか。抜きドラでドラが重なったが、さて坊主、ここからどう展開する。どう展開するってもなー。この手配でローピン2枚が腐ることもないだろうし、マンガン確定ならとりあえずガンガン上がりに向かっていいんじゃない。そうだな、見えてるだけですでにドラ4だからな。ま、坊主は少し自敗の手離れが良すぎるかもしれんが。俺、ターチャに薬杯をポンされるの嫌なんだよな。ターニャオらしくはなってきたな。ターチャの三元杯の薬杯を嫌ってチュンから切るか。ほんとなんで切ったらすぐ来るかな。自敗を残す大切さ、よくわかるだろう。もう何百回も体験してるよ。まあ今後も切るけどさ。まあ、うん。方向性が定まっているならいいんじゃないか。そうねー。三ピンツも、白切るか。だいぶ真ん中に偏ったな。防御は大丈夫か？何それ美味しいの？新選組の坊主どもはノーガードだ方が主流だからな。殴り合っては飛んでいく光景を何度目にしたことか。あんた本当に堅実に打つもんな。勘は義務だったか。身内ならな。さすがに段位戦じゃやらないから。うはは。パッと散りゆく気質も相ゆえかもな。泉の神の坊主が少しマシなくらいか。さて、転敗したな坊主。リーチで跳ねまんかっては。いやこれ無理だろ。ほう、闇天か。いやだってさ、スーピンとローピンのシャボ待ちだろ？リーチしたらもっと出なくなるだろこれ。坊主はそういうところでせこいなぁ。せこい言うなよ、いつの時代の打ち手だよ。鎌倉だぞ江戸坊主。はいはい、リーチされましたよ5番かじじい。台はあるまいな坊主。ありまくりだよ、5番かじじい。抜かせバカ坊主。それで、どうする？追っかけリーチか、闇天継続か、あとは降りるかだな。危険そうな牌が来たら考えるのでいいでしょ。想像はだいぶ安心に見える。ロン、感謝します。やったぜ。休みだが、上がりは上がりか。タンヤをドラにドラドラマンガン。あの川でスーピンが出てくるのならリーチしてよかったんじゃないか。結果論じゃない。それもそうだな。さて、一本バカ。うん、いいような、良くないような。とりあえず使いづらそうなイーマンから切っとこ。ところで坊主、なに、なんと今回はペイがドラだぞ。わあ、荒れる予感。抜きドラするたびアンハンは乗せ。これぞ三魔だな。こういう時に限って抜きドラ霊のやつが上がるのも3魔あるあるじゃない？うはははは、それもそうだ。さて、ここからどうしようかな。なんか微妙な牌が多いんだよな。坊主、もう少し考えて打ってもいいんだぞ。さっさと打っちゃうんだよな、俺。うはははは、まあランシャンテンだ。悩め坊主。簡単に言っちゃって。まあ、頑張るけどさ。ほう、スーピンか。もう使わないだろうし真ん中切っとこ。ジーピンも安泰に変えておきたいところだな。なんか、うずうずしてない？
うははは。何？感染だと少し冷静になれるものだからな。初切りか。なんだよ。リーチ。あ。さて坊主、チーピンを切れるか？ダメかも。一応安全そうな9万切って様子見でいい？さてな。現物が手元になくて大変だな坊主。好き勝手言っちゃって。まあいいや、切っちゃおう。まあ赤ドラが絡まない限り9万で当たっても安でな気もするが。あ、ロッソワンパイじゃ。手を寄せ。はい、新選組ですよ。相手から見てもハネマンとは犯罪的だな。なんかボーナスタイムな気がしてきた。攻めちゃえ。これが麻雀名物ヒカヌミブローか。関するか？しませーん。なぜか良い集まり方をしていくな。いい集まり方はいいんだけど、やっぱりこのチーピンが問題なんだよな。パーピンあたりが来ることでも祈るか？ローピンなら不利点だな。もう完全に上がりしか見えなくなってきた。まあ、確かに親のハネマンだからリターンは多いな。え、ロッソーと9層？安泰にしよう。受け入れ枚数に差はあるが、なんといっても安泰だからな。しかし対面の街なんなんだろ。見えている筋も少ないからな。普段がノーガードすぎ。また都合よく展開するものだな。これ。まあいいや、アタック。通るものだな。といっても窒相は枯れてそうだし、誰かが吐くといつ抱えてたら終わりなんだ。ロン、感謝します。なるほど、終わりだな。上がれてよかった。終わりなんだがな。リーチ、ハク、ドラさん、ドラさん。高めの親の倍満だな。あれ？飛んだ。半計算ももう少しやろうな、坊主。まあいいや、対戦ありがとうございました。やれやれ。僕の仕事もこれでやっとしまいか。坊主と打つのはいいが、見るのは疲れるな。疲れる機会はいくらでも作れるぞ。年寄りはいたわれと教わらなかったか？いたわってたら好き勝手するだろお前ら。僕はどこからどう見たって信じられるだろう？はいはい。というわけでここまでのご視聴、コメント、ありがとうございました。いやー、言いたい放題だったな、坊主。麻雀というか対人ゲームだとどうしてもな。うはははは。まあ坊主、考え続けろ。そうねー。じゃあ、もうちょっと付き合いよな。ふむ。なら、後ろからケツでも蹴りつけようかね。んじゃ、主のみんな、またねー。主のみんな。あやっべ。坊主、主のみんなと。